木曜日の動画でちょっと言ったんですけどね、ここの手こういうふうに入ってきちゃうと彼のか彼女のおへそこっち側向いてるよね。でストポカってやられちゃうから、でこっから出すことによって彼女のおへそをこっちへ、その隙間にここに入ってるって、そういうふうにやった方がいいかなと思ったのね。でここみんなこうやっちゃうから、そうすると彼女はおへそはこっち向いてるから、向いたままやったらこれずっと危ない状態で、この瞬間パッとこういうふうにほら向こう行っちゃったね。そしたらこの手来なくなって、それでこうやる、その方がいいかなと思ったんですよね。でこうね、おへそが向こう向いてないと攻撃が来ちゃうから、彼女がね、そういうふうにやってるんですね。じゃあちょっと見学からやりましょう。ここね、彼女これ僕の拠り所欲しいとこういうふうに拠り所になっちゃう、拠り所を彼女に拠り所求めちゃうとこうなっちゃう、こうなっちゃうと向こう行っちゃうから、向こう行っちゃうと彼女のおへそ変わらないからなっちゃうの。だから拠り所なくして自分が消えてっていうのは、自分が消えてこういうふうになりたいわけです。でこうやって普通見てるとね、今もそうだけどさ、こうやって見てるとみんなここ拠り所したいの、拠り所してからどうしましょうってこういうふうにやってるのね。だからこの初め来た時に拠り所をここで彼女に求めない、こう来た時にもういなくなってるって、そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うんだよね。みんなこうやってそれからこうやってやってるから、僕が拠り所彼女欲しいとね、彼女の拠り所になっちゃうの、彼女の拠り所になればボカってきちゃうの。だから僕が消えなきゃいけないの、こういないいないいないっていう状況にしたくちゃいけない、初めから最後まで。だから初めにこういうよりどころ求めていっちゃうとこうなっちゃう、でこうなっちゃうと引っ張り込まれてボカってやられちゃうのね、蹴り出して終わっちゃう、そういう形だから、でいないってそういうふうにいつもいなくなる練習してるの、そういうふうにやった方がいいと思うのね。でこういなくなるの、その隙にこうそのこうほらへそが向こう向くよね、瞬間その瞬間こういうこう落としたね、こうやってへそが瞬間向いた瞬間に落とすの、そういう練習だから、あんまりこう彼女によりどころこう戻っていけない、そうするとやられちゃうから武道だからね、一瞬たりとも彼女に隙を与えないっていう、そういうふうにやった方がいい。じゃあ上と下やりましょう。そしてね、こうやるときにこの自分の線は大事なの、こうね、で手離してこうやってやっつけたいとこう手離してここにやっちゃうんだけどさ、ここにあるの、ここにいつも正中線、この正中線っつってんだけどさ、正中弁とか正中線で ここにあるの、ここにだからこうほら正中なの、これこう離れちゃうと他人になっちゃって、他人っていうかな、自分のものじゃないっていうかな、やっつけたいとこうこれしちゃうんだよね、これ足しちゃうんだよね、ああしちゃやべえんだよね。だから自分の中に入れとくの、こういつもいつもで資格もらってるって、そういう形で腰返してきた時も正中線だったらほらこうできる、いつも正中線なので、正中線を守るっていうのはすごい大事なの、真ん中守る、自分を守るためには守るっていうのかな、いつも正中線でさばくっていう、そういう稽古してるの。これ下手な人はみんなこういうふうに出ちゃうの、後ろ取りやるとこうやって出ちゃうの、こうやって、これダメなの、正中線、これ正中線だ、こういうふうになってんの、だからこうなってんの、だ出さない練習なのね、出さない練習、これ出さない練習、こう出さないの、こうにいつもここにこの面にあるの、こっちじゃないしこっちでもない、必ずここなの、必ずここで、いつも彼おへその正面に彼がいるって、そういう風な状態にしときたいわけ、ね、でそこ注意してほしいので、いろんな稽古方法があるから
ここでやるっていう、そういう話で、一番簡単なのは、いやいや、こうやってね、こう、これも正中線なの、これこっちでもないしこっちでもないの、必ず正中線で、こういうのあるよね、背中と背中、これも正中線なの、ここなの、ここにこうやってこうやって離したら自分の手じゃないからね、ダメなの、これこれこうやってやって、それは受け身、サービス受け身してくれるから、合気道はサービス受け身して、彼はサービス受け身してくれるんだけど、でも正中線なの、ここなの、ここに来てここね、こうなった時も正中線なの、正中線になれないよね、こうなったらなれないんだよね、なれないけど、でも実際はこう来て正中線、いつも正中線、こうならないように、自分の手じゃなくなっちゃうから、この瞬間やられちゃうから、こういう技やるときはお尻とお尻つけなさいって僕なんか言われたんだけど、お尻とお尻つけるのはいいよ、いいけど、これは正中線の、こういうふうに、なんていうの、わかるよね、言葉しかなかった、お尻と押しつけるのはわかる、でも正中線なの、正中線にここに手があるの、彼の手、ここにこういう、いつも正中線、それもうすごい注意してほしいよ、でいつも正中線、こうね、まあまあいいや、こっちだ、こっちの手だ、ね、こうやって正中線、こう、いつも正中線で、そう、ほら正中線、正中線なの、それを今日はやろうかなと思ってね、じゃあ固定がしようか、これいいよ、こっちでもこっちでもいいや、こっちでもこっちでもいいし、こっちでもいい、どっちでもこっちの場合は切らないと正中線来ないから、これ正中線ね、ほらほらほら、これこれ正中線で、こっちの場合でも同じ、あ、こっちの場合でも同じ、正中線、こう正中線、いつも正中線、これ正面にこうね、四角に入って正中線、こうそれでこう、じゃあこの小手返しをちょっとやってみましょう、こう来てね、正中線ね、正中線が大事なので、下げれる時に下げてる、こう下げてる、あ、だから小手返しの形やってんだけど、上半だと必ずこうやってて、こうやって崩してから上から下にこう落としてるのね、でもそれは別にあんまり上半通りやんなくてもいいんじゃないかと思うのね、で正中線で、何しろ正中線、何しろ正中、何しろ正中線、何しろ正中、何しろ正中線なの、それだけやりたいわけだから、わざわざ小手返しって形でやったんだけど、小手返しの共犯通りにこういう風に上からってやらなくてもいい、何しろ正中線って話だからね、で今度は後ろ取りましょうか、これも正中線、足自由だったら後方に入ってこきて、後方にできるね、正中線、いつも正中線で、正中線の練習だから、あんまりこれも形通り、こうになんかこう形通りやらなくてもいい、何しろ正中線だからね、正中線で、彼今こっち押してきてんだよね、押してきたらほらこう正中線、正中線ってのはここだからね、ここでなんかやってんの、ほらほらほら、で自分が越えてくるとこうなっちゃった、そういう形だから、何しろ正中線で、後ろ通りで正中線、後ろ通りもこれこうやって出したら最悪、これこれ彼力強いし僕は負けちゃうのね、ここだから、ここここほらここだから、そしてこう正中線、いつも正中線ね、で正中線をこうに、ここをほら正中線こうやってるので、こうね、何でもいいや、後ろ通り何でもいいや、こう来てこう来て、ここをこう持って正中線合わせてきて、こっち入ってきてもいい、正中線こうやってきて、ここの今見て正中線入ってきて、でバッと外してこっち持ってきてもいい、何しろ正中線、それだけ意識してちょっと後ろでやって、各自やれることいろいろあると思うけど、まあ正中線を意識してちょっとやる、
そういう感じこれね、後ろ取ってきて、後ろでずっとほら合わせてたらずっと彼これ許してやらないと取れないんだよ、正中線来てるからほらね、で許してあげて初めてこう来るので、だからさ、なんていうのかね、こずっと正中線っていうのは大事なんだけど、許してやらない、これないから、ほら正中線のとこ、おお正中線だよほらって、ずっとこれずっと回ってんだよね、許してあげて初めて来るって、そういう風にやってやらないと、ずっとずっと正中線だってキープしてたらここ取れないんだから、ほらだから、ここは彼はここは委ねてて、自分からへそに持っていこうとしないで、これ委ねてんの、それ委ねてね、こう来たら許してくれないと俺は取れないの、あ僕はね、僕は取れないの、そういう話だからね、だからそれともう一つあったな、まあいいや、じゃあ、まあ気がついたらまた言います、はい、でさばきいろいろ学びあるから、で後ろ続きやってほしいんだけど、要はここ来るから彼はしょうがなくてこっち取りに来るの、ここに来るからね、そして来るの嫌だなってほら回って、それでしょうがなくて許してやるからこれ取りに来たの、そういう風にやりたいわけで、それが一つの方法ね、それからもっと稽古が初心者の場合はこう後ろ取らせてそれでやりたいの、でもこれだとね、こ離れちゃうとやられちゃうの、ほらやられ後ろ取られちゃいけないよって前の先生に随分言われたんだけど、後ろ取られてやらない、後ろ取られないために後ろ取りの稽古があるって言われたのね、で後ろ取りやって実際には後ろ取りなんかやったらやられちゃうよってそういうふうに言われたんだけど、要はこの時にこう離さないで中に入れてくるって、この自分の中に入れるって、自分の中にで、どっちか決めたら、こっち決めるかこっち決めるか分かんないけど、決めたら正中線これ、そして抜けてくるの、そうするとこうなって正中線なの、ここね、だからここ正中線、ほらこっち正中線、これ正中線ね、そしたら隙間ここはできるの、必ずこうに、でここ抜けてくるの、こうやってこうやって、そしてここって腕があるよね、だからこうに出てきた、そういう形にしたいわけで、こう離して、こういうのなしだから、これこっち取りたいからこうやってるんだけど、これっちの力の方が絶対強いから、彼の力の方がパッてったらほら押さえられちゃうんだよね、でやられちゃうんだよね、でそれから離していくと、これ引っ張り込まれて後ろ下がって、後ろそうそうそうやられちゃうんだよね、だから何しろここに持ってくるって言うんですよ、ね、ここにこういうふうに、そしたらここに隙間あるからこう抜けてくる、ぬるりって抜けるのがコツなのね、これここで力入れちゃったら抜けれないのこれ、抜けないからこれ、抜けてるから抜ける、ぬるりって抜けれるの、タコと同じ筋肉入ってたら抜けれないから、だからこう取られた時は筋肉抜いてこうぬるりんこんって、そしてなんかやるのね、じゃあこの2つかな、こう後ろ取らして、でここでもう力筋肉入れてもらった方が分かりやすい、筋肉入れて筋肉ってお互いに筋肉入れたんだけど、それを抜く練習なの、抜く練習ね、抜く練習、抜いて正中線、抜いて筋肉入れないで、あいろんな方法あるんですよ、こうやって出していくとかね、こうやって切るお化けみたいにやれとかさ、いろいろ、まあ、昔はやれたの、傘みたいに傘がこうね、あるこう傘みたいにこうやれとかで、こう隙間ね、こうでも何、要は抜く練習だから、これここ抜く練習、抜いてするリンクって入るっていう、そういう話ね、で正中線その練習だから、だから最初持たしてこうやってハイスタート、それでギュッと持ってもらって、そしたらいいよ、最初はこうやって入っても、でも抜く、これから入る、でこうで正中線ね、正中線いつも正中線、そういう、じゃあちょっと後ろをギュッと持ってもらって、やりました、これ後ろにやられたらやられちゃうんですよ、だから後ろに持ってかれ、この自分より後ろ持ってかれたらやられたと思って、そのためにこうつけなさいとか
この手をも前に出すために後ろを下がりなさいとかって言ってんの。で、こね、でここで競争したらこうなっちゃうんだ。こっちの方が強いんだから、こっちの方が絶対だから、だからここで競争しない、ここで競争しない、この2つに競争しないの。いいよ、閉めて、で閉めてね、閉めてるよね。そしたらおへそは自由なの、これ、ほらほらほら自由だよ、これ。こっちに合わせるのもこっち合わせるのも自由じゃない。ここで競争しちゃうから、みんなここで持たれて、これ合わせるためにこっちも、ほら無理なんだよ、ほら、こう無理なんだよ。合わせるのこっち合わせるのと自由なの、ほら腰ツイストできるね。手合わせたら隙間があるから、こうぬるんこんってこういうに変わると。ここで競争してないの、ここでみんな競争してどっちか合わせて、これこれね、ここできないんだから、だから委ねてんの、委ねてどうぞ閉めてくださいね。そういうところこう抜けてきたの、閉めてくればくるほど彼は崩れちゃったの。そういうふうにやった方が最初から難しいけど、そういうのを目指してほしいってから、だからさ、こう持たれたらいいよ、持ってくださいっていうつもりで、あとは俺はここは自由なんだよと、そういうふうにやってないとさ、ほいでここで競争、ここの部分で競争しないの。へそ合わせたら隙間にグリーンコットが入ってきただけなんだからさ、ここでタコになったつもりでやれとか言われたんだよね。タコになれないとギュッてこうやっちゃうんだよね。だからタコのタコツボにニュルルルルって入っていく、そういうつもりでニュルルルって、ちょうどここがタコツボになってんの、だからこうやってこうやって入ったの、はい、だからこういう話ちょっとしつこいですけどね。あ、後ろすごい大事だ、正中線すごい大事だから言ってんの。いや今度じゃあ、前からこう持ってきた、こう隙間、猫の隙間こうに入る、正中線こう前のこう持ってくんだよね、こう隙間目こうに入る、こうに入る、正中線、これも後ろ取りね、後ろ取りの線形、こうに入る、これと同じだから、これも後ろ回してないけど、まあこうやってボンってやって、嫌なら回ってきなさいよ、でこうやってやってるのと同じこと、こうやって来た時にここに入った、こういうふうにね、正中線で、正中線でここで、本当は後ろ取ってくるんだけど、これより線でこういうふうに入っちゃったの、線で、自分が線でってから、触った瞬間にこういうふうに、じゃあ、後ろ取りでも変形だけど、いいよ、どっちでも、こっちでも、こっちの手でもいいし、こっちの手でもいい、こっちだったらこう入ってくる、この隙間あるからね、この隙間に入る、こう、それから今こうだったね、こっちも同じ、こっちはこうに入る、こうに、同じだから。交差取りでもこういう手でも同じね、こういう隙間こうやって入ってるんだけど、まあ、そういう話ね。じゃあちょっと両方やってみましょう、どうぞ。あのね、みんなこの手にこういうふうに入って背中ボカってやられちゃうの。だから僕が入ってるのはここに入ってるの、ここに、これ手がこうあるって思ってるの。だから本当は腰をこういうふうに回してきた方がいいの。そうすると手が来なくなるからね。そしてここもらってんの、こっちじゃない、こっち、こういうふうにもらってんの、こういうふうに、まあいや、どっちでもいいんだけど、要はさ、この手をもらってるわけじゃないの、背中見せてやられちゃうんだね。だからここに入ってんの、こうやって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 直接的に手回してこうやって入っちゃダメ。だから正中線が大事だったの。正中線だの。こう全然動いてないよね。それを
意識してやって、ちょっとね、もうちょっと、もうちょっと。逆ですって言ったんだけど、逆ですってのはね、みんなこういうふうに入ろうとして、こっち決めて。で、僕やってたのはこっち、こう、ね。ほら、逆だって言われたのね。で、こう、こっち入ったの。そして、こっち抜けたの。こうやって。そういう話。で、みんなこうやって、こうやって、こうやって、こうやって入る。こうやって押して入りたい。ね。じゃあ、僕、そういう話、ちょっと逆ですって話ね。じゃあ今度さ、こう来たらそのまま抜けんのと、こうなってなるよね。こう来たらこう、こうね、僕は止まってるわ、こうだけど、こうに来たらこっち来てるので、ちょっと待って、こう来たから、来たから抜けんの、こうやって、おお、ちょっと今僕は抜けるのはちょっと遅かったからね、こうに来てんの、こう、そうするとそのまま抜けてこう来てんの、こう、そうすると抜けれるよね。彼がこっちへ出していかないで、こっち、そして抜ける、そういう感じ。じゃあちょっとやってみましょう。これ直線なの、直線、これこうやって入ったらほらやられちゃうんだから、これこうやっちゃダメよ。ここに来てんの、直線、ここに来てるから抜けたの、こう、ほら。だこういう操作をしちゃダメ。こう相当、ほら、わかっちゃう。これね、自分の正中線なんだから、正中線の距離があったら、こういうふうになってるの。そして正中線なの、これ。そういう稽古だからね。じゃもう今度はさ、こういうのをね、こう、外に出しがちなのは、こういうの。こういうの、こういうの、こういうの。一挙系の技。一挙系の技はみんなこう外に出したのね、こう外にこう出してボカってきたんだけどさ、でこの時にはやっぱり正中線なの、正中線でこういうふうに、正中線でこうなってるの、だからここ取れるっていう、そういう形なのね。これこうやっちゃったらこう来ちゃうの、だからいつもこう振りかぶりってすごい大事。だいたいこうなってやられちゃうから、あんまり人のこと言いたくないんだけど、まああんまり こういうのはよくねえからね。で、できたらこの正中線の手はこっちへ、このこっち外に大事な時はこっちへ捨てるっていう、そういう、こっちいらないよって、いらないよって、こっち捨てるって感じね。でも本当は基本は正中線、こうにこうで、こう変わるっていう、そういう話だからね、正中線。こうにやらないの、みんなこういう癖ついちゃってる。で、こういうふうに回しましょうとか、こういうふうに回しましょうとか言うからね、なんか知らないけど、こういう外だ、こう、ほら、全然やられちゃってダメなのね。こうじゃなくて、こっち、こういうふうに、ほら、で、ここ取れるの、そしてこういうふうに入るっていう風にやりたいわけ。じゃあ簡単なの一挙ね、簡単な、まあ、ここね、ここね、でこう一挙、こういう一挙、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、こうやったら腰が先に回って、でまっすぐ上がって、そしてね、こう来るんだけど、この来るんだけど、この手あるから来れないね。まあいいや、それではい、だって正中線ね、正中線の稽古だから、こうね、こうやらない、こうやらない、来ちゃうから、必ずこう、そしてこう、ここ、じゃあ一丁でやりましょう。こういうの持ってやるとね、正中線の稽古すごくいいの。これ刃先ってさ、これまっすぐこういうふうに回さないのね、こう回して反対で、こうやって回すと、これ全然刃使えないでしょ、これ包丁使うときに、こう必ずこうやって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 切るんだよね、縦だよね。で横にこういうふうにやらないの、こうにだから、こうやらないのと同じでさ、こういつもこう刃先使ってるのね、刃先。でこれやるときもこうやって刃先、この刃先優先なの。まあそういう話なんだけどさ、で何やろうとしたんだっけ。要はこの刃先を使ってこうで、まっすぐ上げて、で最短距離でこういうふうになるの。これ最短距離
距離じゃないの、こういうの最短距離。最短距離ってのはもうここがここに引っ張られてる、額にこういうふうに、だからこれ最短距離で、こういうのは最短距離じゃないからね、こう回してるとね、こうこれ手取りに行ってるからこう回っちゃうの。手じゃないの、自分の最短距離に、これ刃物だ、刃物っていうのは包丁ってから切れる刃物だからね、最短距離ここに入ってる。で、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこね、そういう話だからね、そこを意識してほしいわけ。みんな手取りにこうこうやってやられちゃってたのかね。それよりこう脇、相手の脇、こう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 ね、こういうそういう話で、じゃあ正面打ちやろうか、正面打ちを。こうやって来てもさ、こう来て、あ、ごめん、ポケって言っちゃったね、こう、ここね、ここ、ここ、最短距離で、ピュンってやるとどうなっちゃうかっていうと、こうなっちゃう、こうなって、こうなってきてね、こう、で、こう変わってくれば、いじみ投げできるよね。で、最短距離ね、最短距離こういうふうにやらないの。本当は昔は この手こうね、こっちとかいろんなことやったので、首壊すとかいろんなことやったけど、今は割と素直にやって、こう来て場所作ってあげて、こうね、そういう感じで、まっすぐこの上下でなるべく横動きはしないで、なるべく稽古としてはまっすぐ落として、まっすぐ落としてきて、まっすぐ上げて、まっすぐ下げる、そういう稽古、そういう練習をやった方がいいかなと思うんですよね。あんまり先生みたいにうまくできないからね、あのそういうこういうなんていうのは、勃拳の稽古するのすごい大事だけど、それに合わせてこうね、まっすぐまっすぐで、まっすぐ上げて、まっすぐ。じゃあちょっと入り身投げでやってみましょう。どうぞ。今ねこう、どうでしょう、正面ね、正面に来た、ね、ここにいたら来ちゃうから、正面打ちはすごくいい、これは攻撃の形だからね、彼ね、こうそのままにしてたらやられて死んじゃって終わりなのね。だからしたら、で上がって腕がプーって振り上がってきたら、あー、ここ行ったらやられちゃうなって思ってこう入ったの。それでこれまっすぐ下ろして、まっすぐ上げて、まっすぐ下ろすって、そういう稽古だから、こういなくなって、まっすぐ下ろして、まっすぐ上げて、まっすぐ、そういう形でしょ今ね。で、あの手にとらわれちゃうと、こうなって、こうこういう手になっちゃうのね。だからやめてねっていう話。何しろこの正中線をキープするっていう、自分の正中線、自分が一番大事だからね。他人はどうでもいいの。自分のまっすぐ、自分のまっすぐが大事なの。他人を生かすために自分が死んじゃったらどうしようもないんだから。だから、そういう話ね。こうやったら手があるね、ここね、同じように手が、さっきはこう落としちゃったんだけど、ここに手があるの。だこうこう上、こうまっすぐ、まっすぐで、こうバッタバッタで、こう来て、こう来て、こうね、これこう、そしたら手があるよね、こうやってやると手がここに、そしたらまっすぐ上げるの、こういうふうに、そしてこういうふうに落とす。そうすると塩投げも同じだから、同じ技だから、全部同じ技だから、人生と同じ、社会生活と同じ、全部同じだから、全部同じ。パーンってきたら手があるの、ほら、ここに。でまっすぐ上げたので、まっすぐ下げたの、ここに、ほら、全部同じでしょ。だからこれもやりましょう。はい、じゃあ塩投げ同じね、ください、ね、そしたらここに手があるから、さっきは手があるからこうやってやったんだけど、手があったの、ここに、このこのこのね。でこれをまっすぐ上げてきたの、そしてこうに変わったの、それが塩投げね。もう一つ前はパンってやった、手があったの、手があったけど、これをそのまま落としてきたの、ここに、こういうふうに、そして上から下に落としたので、これ入り身投げね。入り方全部同じにやってんだけど、いいよ、共犯でも共犯はちょっと違うんだけど、でこれ手あるね、ここね。そしたら自分が今度あっちとかこっちとか行くの、こっち行きたければこっち行くの、
とこうなってるね。それで上から落とすと。でこうね、こう手があるの、これ手 でこっちに来たかったらこっちだってんの。そして下げちゃうと、こうなってこう、これ小手返しっていうのね。同じだから、全部同じだから、ほらこう来たの。そして手があるの、ここにこれ。そしたらこう下がってきて、でこう前は割と近い間合いでやってたの。今度は下がりながらこうに来るとちょうどいいとこに来るから、こうやって自分と相手のちょうど中間ぐらい。そしたらこうに入ってくるって感じね。じゃあ小手返しやって終わりましょう。どうぞ。